自撮り棒。Bluetooth のリモコンがついて伸ばすと68センチになるようでございます。購入金額は300円の1割引きの270円でございます。では。ホームページは68センチって書かれてましたけど、箱には67センチって書かれてますけどね。この辺は、まあ中華なんで、ご愛嬌で。説明書が1枚。ですね。こんな感じ。英語と、中国語。ああ、やっぱりね、なんかお値段そうみたいな感じで、めちゃくちゃキャッチーですね。うん、これが一応リモコンみたいでございます。重さは111g。 はい、これがね、この間買ったアマゾンで買った匂い棒でございますけど、全然ね、やっぱりこのまともに買うのとこの安売りのものを買うとではね、全然質感が全然全く違いますね。まあ惜しげもなくね、使えるという点ではね、いいかもわかりませんね。ですね、伸ばし方はただ単にこれはこう伸ばしていくだけですね。で、最後にこれを広げてやると。うん、ただそんだけのような感じですね。67センチという寸法はですね、この先からホルダーの先端からこのグリップの先端まで、これで約67センチでございます。ホルダーはこう折りたたみになってますね。これはなかなか考えられているような気もしますね。で、こう挟み込むんですね。ホルダーの最初がですね、58ミリぐらいでしょうかね。まあ60ミリぐらいないとこのクッションが結構へこみますので、挟み込むことができないと思います。で、伸ばした時にですね、90ミリぐらいはいけそうでございます。まあ力いっぱい広げての90なので、まあ85ミリぐらいかな、いいとこね。そんな感じでございます。で、これがですね、こう回転するようですね。ちょっとあの節度感のある、カチカチ感のある回転方向です。このあたりがですね、こうちょっとひねるとあんまり剛性感のないくにゃくにゃ感がありますね。まあちょっと大切なスマホ、お高いスマホをですね、委ねるにはちょっと心もとないというような感じもしますけどね。はい、もうシャッターは、もうこれついててもですね、個人的にはもう使わないんで、どっちでもいいんですけどね。まあ、電池はですね、1632いうふうに書かれてます。なんかカタカナでリチウムバッテリーと書いてね、書かれてますけど、日本仕様でしょうかね。はい、このカメラリモコンの名称はですね、セルフィーかな、セルフィーコムいうやつが、このデバイス名でございます。OK ですね。リモコンで
シャッター切ります。まあ一応使えるということで。はい、立てるとこんな感じですね。このスマホホルダーの部分をですね、こう取ってやるとですね、結構この汎用のなんかアダプターがですね、つきそうな気がしますので、これをつけてですね、あの三脚用の取り付け器具をですね、装着したい。思います。これはこう、あ、ちゃんと合いますね。で、あ、これはいいな。ちゃんとつくようになりました。これで何がしたいかと申しますとね、これがですね、取り付くようになるんですね。感じでね、撮影できるようになります。これがね、したいがために購入いたしました。三脚用の、まあ三脚と読んでいいものかどうか分かりませんけど、これがですね、あの足の部分が16センチぐらいの直径がねあるところであれば、こういう風な感じで置いて撮影ができるという、もう本当、普通のね、あの三脚であれば結構足がこう開いてですね、場所を取るんですけどね、これはこれでいいですよね。まあちょっとあの、ヘッドの部分に重いね、あの、大きめのスマホとかデジカメを取り付けて撮影するのにはね、ちょっと不向きかなとは思いますけどね、かえって安定が悪くなりますのでね。で、足がこれもう結構、プラスチックでね、ちょっと荷重をかけるとこの辺がなんか折れそうな気もしますけどね、まあ、本当にちょっとね、これまあ折ろうと思ったらすぐ折れるでしょうね、これね、ポキッとこう、やはりね、このアマゾンで買った如意棒とはね、質感が全然違いますね。こういうあの支えなんかもね、入ってませんしね。某、あの、中華のですね。まあこれ本当も笑える話になるんですけどね。ロアアームね、サスペンションの、あの下の支えてるロアアーム。あれがですね、プラスチックで ABS でね、作られているという。もうなんとも本当にギャグみたいなね、もう本当に安全性を考えられてないというね、何でもありの中華でございます。USB3.0 のマルチリーダーでございます。購入金額は200円のテンパー引きの180円でございます。まあ、ちょっと多少はですね、外観が最初から小傷が入ったみたいな。やっぱりあの、安く売られているので、その辺は、まあ、こだわる方はちょっと、あれかなとは思いますけどね。まあ、別段、使っていたら、つくぐらいの傷でございます。はい、今ね、あの、速度計測してきましたけど、他の2つと、遜色ないスピード、出ましたので、間違いなく、USB3.0 のマルチリーダーカードとしてね、使えます。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。